鳥の餌代適当に作りすぎてしまったためちょっと歪んでおります。ということで次は気合を入れてちゃんとした鳥の餌台作りたいと思います。まあ、とりあえずこれは仮設ということでこのまま設置しておきます。どうもだるいもんです。ただいま食べ物を探してうろちょろしております。近所のねラーメン屋行ったらなんか激混みでした。そしてなんか奥さんが田舎そば屋さんがあるよと言ってそば屋さんの方行ってみたらそこも並んでいました。ということでただいまローソンの駐車場に来ております。結局ローソンの駐車場でおむすびを食べるくらいですかね。食べ物屋にあんな行列ができているとは思わなかった。ローソンのお弁当はやめました。そしてちょっとそば屋を見つけたのでそちらに向かいたいと思います。そば屋じゃないやラーメン屋ね。しかし今日はちょっと天気が悪いのですが蒸し暑い。そして皆さん公園で遊んでますね。いやこここんなスケボーのコースがありますよ。なんか面白そう。えスケボーと自転車と一緒なの？あっちが自転車でこっちがスケボーなのかな。ああ面白そう。ということで目的地に向かいたいと思います。なんかポチッと来たような気がするけど気のせいだよね多分。雨降ってきたら困るんですけど、まあとりあえず目的地に向かいたいと思います。多分目的地はこの先にあると思うんですよね。なかったらちょっと悲しいんですけど多分あると思います。まあちょっと勘で移動しちゃってますけどね。やっぱ最近こういう餃子のこういうの流行ってんですね。24時間営業1パック1000円何個入りなんだろう。なんかそば安いな。餃子いただきます。フラッと入ったお店ですがなんかそばうまそう。いただきます。ラーメンさっぱりしてて美味しい。うん、これうまいわ。ごちそうさまでした。これスープすごい美味しい。スープこれなんか全部飲み干せちゃいそうなんですけどあんま飲みすぎも良くないのでほどほどでやめておきます。中華そばトラうまかった。また買おうと思います。こちらのトラね本当めちゃくちゃ安いしスープから餃子からみんな熱々マジでうまかった。熱いのが好きな人はおすすめですね。また来ようと思います。ちょっといろいろと気になってこちらの多肉デザイン工房こちらに行こうと思ったのですがなんかお店がどこだかわからない。いろいろ多分目の前とかを通ったと思うんですけどそれらしきお店はなかったんですよね。一体このお店どこにあるんだろう。もしかしたらここはオンラインショップ専用なのかな。あとなんか伊勢原の運動公園にもたまに出店してるようなことを書いてあったのでそっちに行ってみようかな。無人販売してるらしいんですけどお店は出てないのかな。この無人販売所があるだけなのかな。ちょっとよくわかんないですねこれは。またあでもこう見ると結構でっかいお店のような気がするんだけどな。これはまたちょっと探しに行かないとだな。これどっか駐車場に車止めて探そう。何かあるかな。ちょっと中入るの？とりあえず外を見てく。見えますかね。松ぼっくりから松の木が出て始めてる。なんかすごい面白い。まあ、出るのは当たり前なんですけどね。オスプレイが2機飛んでる。なんか最近なんかねヘリコプターとかすごい飛んでんですよね。なんかやばいのかな。ちょっとスイカの苗が気になるんですよね。買ってって庭に植えようと思うんですけど植えるところがどこかあるのかな。いやなんか欲しいものが全然なかった。しょうがない。もう疲れたので家に帰ろう。そして家に帰ってきて庭の花壇をほっくり返してじゃがいもこうちっちゃいのね結構取れました。これはまだちょっとあれなんですけどポテトパックの方はねまだまだそのまま置いてあります。ポテトパックが中がどうなってるのかすごい気になるんですけどそろそろ収穫時期なんですかね。なんか雨の日、雨が降った次の日とかそういう時は収穫しちゃいけないって言ってたので、まあもうちょっと置いといて、晴れが続いたらそろそろどうなってるのか確認してみたいと思います。という感じで今日の Vlog はこの辺で終了したいと思います。もしよろしかったらチャンネル登録、いいね評価、パッド評価、何でもいいのでよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではでは。